ジャコヘッド TG ミクロ。よいしょ。めっちゃむずい。こうやってかかるんですよね。ここまで入ってくれてるっていうね。でもいました。うわ、顎フッキング。よいしょ。アクションちょっと入れて食いました。深いっすね。意外とあるっすね。ね、一応上からやっていってて順番で、よいしょ、よいしょ、釣れたよ、釣れた。じゃん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 。あー動かさない。中層の釣りむずいむずいめっちゃむずい。今のはですね、カウント10からの、もう手前に糸老けの分だけ、回収して、もうほぼアクションつけずに手前にスーっていうカーブフォールみたいな感じですね。手前に寄せてきてたらトゥンって当たりましたね。あんまりさっきからアクションさせてるんですけど釣れないんで、多分こういうそのほぼ動かさない、もうレンジキープしてゆっくり手前に引いてくるというか、まあ勝手にカーブフォールでやってくるっていう感じのナチュラルな動きの方がいいのかなって感じです。むずい。あ、だった。でもこれにちゃんとはめれたら食うんやな。立っとるな。結構上っすね。ねえ、もうほぼ沈めんでもいいんやな、これ。なんで小さいこれ。あ、落ちた。でもいいわ。いいね。これでも釣っといた方がいい。あれ？よし。はい。あ、でもこの、そう、ちょうどこのミクロ10ヘッドにこのサイズでバッチリ。このサイズでもしっかりこうね。このフックサイズやから結構かかってくれるっていうんで、結構このより大きいサイズもいるんですけど、これも混じるっていうことで、今ちょっと小さいサイズでやってますけど、これならある程度25ぐらいまでは取れるんで、で豆もしっかり取れるというあたりが。今使っているジャコヘッド TG ミクロっていうジグヘッドなんですけど、なんでミクロかっていうと、針サイズがですね、12番相当ぐらいなんで、かなりサイズダウンさせて小さいシルエットのフックを、使ってます。ヘッドはもちろんタングステンですね。で今現行の、S っていうのが一番小さいサイズになるんですけど、それが、8番サイズなんで、まあ、そこから比べるとかなりサイズダウンさせてもらうんで、でこのミクロは、針サイズが小さい分、まあ、もちろんその小さいねワームとかにも合わせやすいですし、で、小針の分、アジに違和感なく口を使わせることができるので結構吸い込みも良くなります。で、まあ、このね、春、初夏ぐらいから豆味が結構全国各地増えてくると思うんですけど、
まあ、それ結構ね豆味もアジングの、うん、すごい面白いターゲットなんですけど、まあ、そういう豆味にも、かけていけるんでですね、向いてるということで、まあ、サイズがねこうやって今日みたいに入り混じる状況ではねこのミクロっていうのはすごい、食い込みもいいですし、結構サイズも25ぐらいまでのサイズなら全然普通にかかるんで結構幅広くカバーできるんで向いてるかなと。まあある程度大きいサイズばっかり出るような場所ではねその S とか M とか現行のモデルとかも使ってもらうと、まあ、逆にこう大きいサイズはすっぽ抜けがなかったりとか、まあ、食ってからのバラシも少なくなったりとかっていうメリットもあるんで、まあ、それは使い分けかなという感じで、まあ、今日はでも結構ミクロはアジのサイズも選べないですし、なんて言ってもこうあんまりアジこうアクションさせずにするんでいい感じでこうやってかかるんですよね。これもそんなにいいサイズじゃないけど、これでも 2.5 インチのロング、ある程度長めのワームでミクロなんですけど、しっかりここまで入ってくれてるっていうね、バッチリ。皆さんこんにちは、ジャングルジムのワッキーです。ですね、今回使ったジャコヘッド TG ミクロ、こちらはですね、現行のジャコヘッド TG S と M、 これに比べるとその名の通りフックサイズをミクロにしてます。で、ミクロというとですね12番フック相当になるんですけど、この S が8番、 M が6番っていう感じのフックサイズ相当になるので、12番なんで、2番手ぐらいフックサイズをダウンさせてます。でフックサイズダウンさせることによるメリットっていうのはですね、シャンクも短くなりますし、ゲイブ幅も狭くなりますんで、今回釣ったようなですね豆アジ、それから25センチぐらいまでのアジをしっかりカバーできる、フックサイズになってまして、シャンク短い分アジへの吸い込みもいいですし、しっかり口の中に入れて上顎にフッキングさせることもできるということで、フックが小さい分ですね合わせるワームはだいたい2インチ前後ぐらいが一番ベストかなと。で、細身のワームもしっかりフィットするので、そういうワームに合わせてもらったら使いやすいんじゃないかなと思います。で、このシリーズすべてですねヘッドはタングステンということで、まあ、ライトゲームでタングステンのジグヘッドっていうのはあまりラインナップないんですけれども、鉛に比べて、操作感それから感度、ここが結構メリット大きいので、それから飛距離も出せるということで、皆さんまだタングステンアジングで使ったことないっていう方、ぜひ使ってみてください。例えばもう表層、まあ、使い分け結構重要で、やっぱり表層ばっかりいる時であんまりレンジ下げたくないっていう時は鉛の方がいい場合もあるんですけど、表層以外のレンジであればタングステンである程度竿の角度とかでレンジはキープでき、調整できるんで、逆にタングステンの方が飛距離も出せますし、鉛よりですね、で感度もやっぱり上がるんで、感度は操作感と、あとその当たりの出やすさというか手元に伝わる感じっていうのはやっぱタングステンの方が鉛よりもメリット大きいんで、まあ、そういう意味ではタングステンの方が僕はオールマイティに使えるんちゃうかなと思ってるんですけど、ただ表層であんまりヘッドのシルエットが小さくなる分フォールは若干速くなるんで、あんまりこう沈めるフォール速度速くしたくない時は鉛の方がいい場合もあるんですけど、でも今日みたいに表層ばっかりっていうわけでもなく、ほんまに表層直下っていうわけじゃなくて、やっぱりレンジ若干入れないと釣れない、ライズしてるけどそういう状況でっていう時は逆にタングステンで入れてった方がいいかなっていう感じですね。これこのサイズが結構いるんやな、これこんな感じで、
こからね、春先からやっぱ夏場にかけてこれぐらいのサイズ増えてくるんで、これの数釣りはアジングの勉強にはもってこいですね。面白い。小さくても味は味。めちゃ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 うにょうにょし始めたんやけど、なんなんこれ、戸惑うぐらいおるよ。何これ。これでもこの上のやつが食っとる。こでもレンジちょっと下におるんですかね。これこっちどれぐらいのサイズがうにょうにょしてるの。ちょっと下下げたけど、そんなにサイズは良くないけど、でも来ました。来ましたよ。よし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 。一応ね、アクションでも釣れるし、もうサイズは結構こんな感じで、ちっちゃいのもいるし、さっきみたいなサイズも入り乱れてますね。0.6、 これ1変えたり0.6変えたりしてたんですけど、さっきからずっと当たってるのはこの0.6ですね。じんわり沈めてレンジ下げていって、まあちょっとアクションなしでレンジキープしたいっていうのもあったんで、軽いので今やってますけど、このサイズでもしっかり、うわ、あのフッキングできてる。おお、と上でよいしゃー、よいしゃ、よいしゃ。今のは完全に、今の普通にアクションで食いましたね。表層から、テンガウンド、ちょっとだけ今ライズし始めて、そのレンジの下に入れてアクションちょっと入れて食いました。